です。はい。今のところのこのお互いの井上選手からどう見えますか。やっぱりその、まあ、ブレークの時の動きとか、何か気になかったらすごく感じます。メイク僕に届くんですけど、ちょっとそれ外れてしまって、カメラに当たってたんですけど、ちょっと。女性の戦いの攻撃に踏み込んだ。すげえ光ってね。今ですね、ルーレンさんのマスクの装着されている目線カメラが外れてしまったので、今付け直しております。少々お待ちくださいませ。でもこれかなり当社始まった瞬間から開きですね。いや本当ですね。はい、あの感じはもう知らないし、はい、こういうことならやっぱり分かりませんし、この流れを伝わった方がもうちょっと下手くそになるかなと思います。流れというのは大事なんです。流れというのはダメだ。そうだ、そうありますね。はい、得点がですね、ベイ選手が7ポイント、そして太田さんが4ポイントを取っているという状況ですけれども、こちらは15点選手で、お互い勝敗が決まるというものになっています。先に15点を取った方が勝利となります。精神的にはリードしている方も有利だとは思いますけれども、はい、まだ3点差といいますと、まだまだこの先勝負分からないので、まだ折り返しの試験というわけで、まだなんか精神的に見れるんじゃないでしょうか。点差とは何よりリードしていたら勝ちますよ。Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. そこがそうかもしれないですね。まあでもこの観点差というのはまだ全然まだまだ勝負は見えないのでこれから楽しみです。対する、はい、そういった試合もいくつもあると思います。そうですね。なんか、まあ、本当に大技というかそういう大胆な技が決まった時だと流れが変えてしまうチャンスがあります。はい、そういった技が決まるかどうかというところにも勝負を分けるタイミングになっちゃうかなと思います。フューチャーエクスペリメントをボリュームするにしてない拡張性を皆さんにお伝えしています。